聞こえておりますか？お、聞こえてる？聞こえた？聞こえてますか？聞こえてますか？こちらも富谷かなです。聞こえてますか？やった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 ー、できたー、ね、できたでしょ。みなさん、明けましておめでとう。おめでとうございます。いや、今日はね、ちょっと雨降ってるけれども、みんな来てくれてありがとう。こんな雨の中みんな足を運んでくれてありがとう。イエーイいや、じゃあ始めるか。では参りましょう。本宮かなの皆さん、いつもありがとう。スタートです。はい、ということでねいやー、今年もよろしくお願いします。いや、2021年はさ、いい年にしたいよね。いい年にしたい。みんなにとっても私にとってもいい年にしたいね。うんうん。あ、足元がちょっと悪かった。雨に濡れながら来た。ありがとう、みんな。ありがとう、めっちゃ優しいじゃん。ありがとうな、ありがとう。こんな雨の中さ、雪降るかも。だってみんな帰るとき気をつけてね。なんか雪降るかもしれんという話だからさ、ねえ、気をつけてください。はいはいなんかさ、前回はさ、すごい30分ぐらいさ、もう大変だったじゃない開始できない、開始できないみたいな感じだったからさ、なんか緊張がさ、すごい吹っ飛んじゃったんだけど、今回はちょっとね、緊張している。なんか普通に始められるのかなっていう緊張もだし、なんかなんだろう、難しいなんか緊張してるで、1回目ってさ、なんかえいやーって感じでさ、やればよかったのよ。でもさ、2回目ってさ、なんかいろいろ考えちゃうじゃない考えちゃうじゃん、なんか。そうね、うん、そうなの。まあでも前回のね、反省を生かして、ね、今回はちゃんと最初からできたので、もうそれだけで、うん、褒めてあげたいです。私は自分のことを、うん、みんなも褒めてくれ、私のことをはいはいいや、本当に来てくれてありがとうございます。ね、寒いよね、寒いよね。あ、ライブ感があって逆に良かった、前回のトラブルがね。ありがとう。スムーズすぎて帰って怖い。やめろやめろやめろ、いいんだよ、スムーズなことはとてもいいことなんだよ。うん、はい、はいはいはい。あ、初回だから許してねが使えない確かに、もう2回目だもんね。ありがとう、みんな偉いって、偉い偉い偉いって言ってくれてる。ありがとうございます、ありがとうございます。はいはい、じゃあね、雑談していこう。はい、まずは何話そう。あ、ご報告がありまして、前回コーヒーを飲むと眠れなくなるっていう話をしたじゃないですか。だからなんか自分でどこまでコーヒー飲んでいいのかなっていうのを実験したいなと思ってたんですよ。で、コーヒーは飲んでないんですけど、そこから。その代わりにコーヒーゼリーを食べました。なんとですね、このコーヒーゼリー、午後3時30分、15時半に食べたんですよ。食べたんです。そんな遅い時間にさ、15時半だよ。
もう寝られないよね、そんなんね。コーヒーだし。でもコーヒーゼリー食べてみたの。そしたら大丈夫だった。コーヒーゼリーは大丈夫だった。よかった。もうすごい安心しました。あ、コーヒーゼリーでならコーヒーを摂取していいんだなって思って、すごいね、安心した。もうずっとさ、コーヒー飲めない体になっちゃったんじゃないかなと思ったんだけど、大丈夫でした。コーヒーは OK、 イエーイって感じでした。はい。ねえ、ご報告って言うとすぐ結婚にするのな。結婚じゃないよ。結婚じゃないですね。結婚じゃない。みんな結婚結婚って、結婚結婚ってさ、なんだ、いいのか。結婚してもいい。結婚して、結婚するね。え、こういうこと言うとどうなるんだろう。え、楽しみ。みんなのコメントくんの楽しみだわ。まあ言うてね、私はね、キスケとね、もう結婚しておりますので、はい。いや本当にさ、結婚で言うとさ、周りのさ、その友達がさ、もう結婚を通り越して子供がね、最近生まれるのよ。よくよく生まれるってなんかあれですけどね。もう会いに行くとさ、可愛いのよ、みんな可愛い。そうそう、すごい可愛いなって。めいっ子ちゃんもさいるしさ、なんかすごいあーってなるよね。まあ何がとは言わんよ。何がとは言わんけど、うん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 。キスケくん、そうね、キスケとね結婚してるかね。キスケくんがいるでしょ。いや、コーヒーと結婚はおかしいからね。いや意味わかんないでしょ。いや、コーヒー好きだけれども。はい。で、やばい、ちょっと待って、すっごい緊張してる今日。どうしよう、ちょっと緊張してる、どうしよう。うわあ。やばい、ちょっとごめんね、本当に緊張してんの今日。なんでだろうね、よくわかんない。緊張してる。はい。いや、みんなコメントありがとね。もうすごい、追い切れないよ、追い切れない。みんな彼氏だから、みんなが彼氏。いや、何股よ、何股してる。あ、深呼吸してみましょう。だって、あ、いいいいですね、確かに。あ、人って書いて舐める。オッケーオッケー、それもやる。いくね、人、あ、人、あ、いや、あ、あ、あ、いい感じ。深呼吸しよう。あ、なんか緊張ほぐれたかも。ありがとう、ありがとう。え、本当にやっぱさ、人書くってすごいね。なんかすごい、本当に緊張ほぐれました、ありがとう。ごめんね、みんな、まあ、生放送だからこういうこともあるよね。そうで、次なんですけど、あのさ、私最近さ、錠剤、薬ね、の粒のさ、錠剤をさ飲むのがさ、すっごい下手くそになっちゃったのよね。もうすっごい下手くそになっちゃったの。もともとそもそも大人になるまで飲めなかったんだよね、錠剤でさ。飲めるようになって普通に飲めてたんだけど、最近なぜかすーごい下手くそになっちゃって、錠剤飲むのが。だから、コツを教えてほしい、教えて、みんな。今ね、錠剤を口に入れて
で、まあ、お水を、まあ、口に入れて、でこうなんていうの、口の中でさ水とともにこう奥に入れようとするのよ、こう なんて言えばいいんだろう、口の力を使ってさ奥にうっうってやろうとするんだけど、どうしても入らなくて、でなんかタイミングもつかめないの、その飲み込むタイミングがつかめなくて、私今錠剤飲むのにさ窒息しそうに なりながらさあの薬を飲んでるわけ、もううんうんうんみたいな、もう息ができないってなりながら薬飲んでて、だから教えてほしい、教えてください。あ、半分に割ったら、はいはい。あ、粉薬はねめちゃめちゃ飲めます。私もう粉薬ずっと飲んでたから錠剤飲めなくて、だからどんなに苦い錠剤でも全然飲める、全然大丈夫。あ、ゼリーとかヨーグルトに入れて食べると簡単。あ、なるほどね。もうヨーグルトに入れてぐちゃぐちゃに混ぜて、もうその錠剤のことを忘れるってことね。あー、それいいかもしれんな。喉につっかえるっていうか、なんかタイミングがねつかめないんだよね。そう、砕いて飲めばいい。いいの、砕いて。粉は辛くないな。うん、いや本当に窒息しそうになりながらさ飲んでんのよ。本当に頼むよ、教えて。口いっぱいに水を流し込む。あ、ん？やってるよ。むずいむずいむずい。お薬飲めたね。あ、お薬飲めたね。どうなんだろうね、できんのかな。ゼリー簡単、わかった、ゼリーやってみる。ありがとう。溶けるまで舐める。ダメダメダメ。あー、わかりました。じゃあゼリーもしくはあのヨーグルトでやってみます。ありがとう、ありがとうございます。あ、割って飲むのは聞き始める時間変わっちゃうからやらない方がいい。なるほど。あ、らしいですよ。みんな気をつけて。ダメだって、砕いちゃダメだって。はい、わかりました。ありがとう、みんなやってみるね。ありがとう。そうでした。はい、でしたってなんだろうね。どうしようかな。もうちょっと話そうかな。もうちょっと話します。あのなんだよっていうね。話し始めるタイミングがさ、ちょっとはい、あの去年のお母さんの誕生日の話をしたいんですけど、お母さんの誕生日に家族でご飯を食べに行こうっていうコース料理をね食べに行こうっていう話になりまして、でそのコース料理屋さんの予約をね私が取ったのよ、電話でさ。でそしたらさ、その電話でケーキをね作ってくれるって言ってくれたの。ケーキ作るサービスもありますけどいかがされますかって言ってくれて、だからあ、ケーキ作ってくれるんですねってお店で、だったらそのぜひお願いしますって言ってさ、じゃあそれはサプライズな感じで最後に持ってきてくださいっていう話をしたの、したのよ。でその電話してた時にお父さんもね近くにいてさ、まあ、その話聞いてたわけでさ、まあ言わずもがなあ、サプライズなんだっていうのはさわかるじゃない、聞いてるから。でさ当日よ、当日コース料理が全部終わって、でそのコースにはそもそもデザートっていう、そのデザートが最後につきますっていうのは書いてあってさ、でも何のデザートが出るかは分からないわけじゃん。で
コースがさ結構なボリュームがあって、もう結構お腹いっぱいだったのみんな。そしたらさお父さんがさ、あーこの後ケーキくんのか、ケーキ入るかな、いやケーキかーみたいな言い出して、え、お父さんなんでケーキってこと言っちゃうのみたいな。でさもう私も、え、でもデザートってケーキか分かんなくないみたいな、分かんなくないみたいなことを言ったのね。でもいやーケーキ入るかなーみたいなさお父さんが言ってて、おいって言うね。なんで言うかねと思って、お母さんには内緒なんだぞっていうさのことがありまして、で お母さんも多分分かってたんだろうね、なんかあサプライズ来るのかなみたいな、そこで察してさ、なんかお父さんのことを無視してさ、なんかどんなデザート来るのかしらみたいなこと言ってて、もうお母さんごめんなと思って、もうお父さんなんで言うかなっていうことがありましたっていうね。うんなんで言うんだろうね、なんかびっくりしちゃった。え、いやサプライズじゃんみたいな、ケーキ来るのはサプライズでしょっていうさね。いやもうほんとお父さんってそういうとこあるよね。みんな気をつけて、もしあのお父さんになったらさ気をつけて、そういうのをさ察せるお父さんであって。いやほんとね、それはなんか多いと思ったよすごい。っていうね、はい、そういう話でした。いやーねー、いやそうほんとうっかりなんだよね。血が濃いってどういうこと？天然はお父さんになんですね。いや私天然じゃないからね本当に。うん、いや本当お父さんやっちゃっただよ本当に。遺伝を感じる、なんで。いや私そんな察せない女じゃないよ、察せない子じゃない私は。ちゃんとわかるよ、そんな言わんて、言わんよ全くよ。はい、でもねもうその後お母さんすっごい喜んでくれて、まあ、結果的には大成功だったんだけどね。うん、ちょっとあのジュース飲みます。うん、おいしい。いや本当にね、うん、みんな気をつけてね本当に。いや天然じゃないから本当に。天然バツやべえやつ丸ってどういうこと？やべえやつでもないの、天然でもないよ本当に。天然じゃないよね。いやわかんない本当に、どこが天然なのか教えてほしい本当に。私本当にわかんないし本当に天然じゃないと思ってるし、だってこんなにさ真面目なさ、こうなかなかいないよ本当に。はい。あ、ジュースはねリンゴジュースでーす。はい。はいはいはい、ということで。いやちょっとさ叫びすぎたわちょっと。おいーって言いすぎたわ。ツッコミ入れすぎてま。あやばい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 。あやばい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 。はい。ということで、では皆さんお待ちかねの。ゲストをお呼びしたいと思いまーす。いやゲストさんもね横でずっとね待ってました。うん、ずっと待っててくれた。はい、ということで、あのゲストさん、まずそのお声を聞いてもらう前にやっぱさ誰が来たか知りたいじゃん、知りたいじゃん。だからまずはあのお姿をね、そのお写真に収めてきたので、まずはそちらをご覧ください。こちら、ダン。はい、本日のゲストはこの方です。はい、ではね動画もご用意してきましたので、ぜひご覧ください。どうぞ。
や素晴らしい。ハムさん、ハムさんが来てくれました。はい、じゃあちょっとお声を聞いてみたいと思います。こんばんは。名前はまだないんですけど、ハムちゃんです。みんなよろしくお願いします。みんなよろしくお願いします。好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物は何ですか？ひまわりの種です。ひまわりの種です。あ、そうなんですね。そうなんですね。そうなんです。そうなんです。はい。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか？いや、心が痛い？なんで？ゲスト来てくれたのに？いや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 、オウム返しってどういうこと？オウムじゃないから、オウムじゃないから、ハムスターだから。あ、ハムミヤちゃん。そう、まだね、名前がないんですよね。はいはい。うん。はいはい。あ、これ、めいっ子にプレゼントした。おい、ちょ、待て。いや、これとかじゃないから。ゲストさんですから。オンリーワンだよ。何言ってんの？やめなさい。はい。よく喋るゲストですね。ほんとだよね。もうちょっと喋る？もうちょっと喋よっか。もうちょっと喋っていただいてもいいですか？もうちょっと喋っていただいてもいいですか？いいですよ。いいですよ。皆さんに、皆さんに質問募集しますか？質問募集しますか？みんな質問待ってます。はい、質問しなさい。この子に質問をしなさい。ほら。ほら。しな。ほら、しなさい。しなさい。質問。質問しなさい。ほら。ほら、質問をしなさい。喋るとき、カタカタ言うてる。言うてません。あ、何肉が好き？ちょっと待って。ちょっと待って、何肉って。ハムスターだから肉は食べないの！あ、ご趣味、ご趣味ね。オッケー。ご趣味、ご趣味、ちょ、出身ね。出身はどちらですか？出身はどちらですか？日本です。日本で、あとは、あ、好きな色ね。好きな色は何ですか？好きな色ね。好きな色は何ですか？緑です。緑です。はい、終わり。はい、みんな、みんな終わりです。質問、あの、すごいお忙しい方なので質問コーナー終わりです。でもこれ聞いたらみんなね、ほっこりすると思う。なんとこちらのハムちゃん、私のお母さんが
クリスマスプレゼントに買ってくれました。はい。お母さんがさ、クリスマス何が欲しいって言って聞いてきてさ、そんで私がいやいいよみたいな、いらないいらないって言ってたんですけど、この前めいっこちゃんのおもちゃを買いに赤ちゃん本舗に行ったんですけど、その時にさいたのよこの子が。で私さ、実はさこの子のこと前々から気になってて、ずっと欲しかったんだよね。でさ、つい足を止めてしまって、あ、可愛いなって言ったら、あ、じゃあこれクリスマスプレゼント買ってないから買ってあげるって言って買ってくれました。はい。そしてですね、皆さん見てください、このハムちゃんにお母さんが服を作ってくれました。見て、いくよ、こちらです。お母さんが服を作ってくれたんですけど、はい、今こんな感じです。はい、ね、緑が好きなのでね、はい、服作ってくれましたっていう、はい、うん、はい。これね、お母さんがね、作ってくれました。作ってくれました服を。はい、真ん中のね、ハートマークがね、すごいポイントでね、着せてもらえてよかったね。嬉しい、お母さんありがとう。はい、ということで、はい、ゲスト、今回のゲストハムちゃんでした。ありがとうハムちゃん。はい、じゃあ次のコーナー行きます。はいはい。キスケトーク。はい、ちょっとね、時間がね押し気味なんで、まあキスケさんのことはねちょっと短めにお話ししていきますけれども、ね、前回すごい心配させるようなことを言ってしまいましたけれども、元気です。もうすんごい元気、めちゃめちゃ元気です。うん、すごいね、元気なうんちをして走り回ってプリプリ言って、もうすごい元気です。ありがとうございます、皆さんのおかげです。アップルジュースを飲みます。はい、ね、キスケと出会ってもう6年以上になるんですけれども、最近私の中ですごい心の変化がありまして、というのも友達とさ LINE とかしててさ、こうどうしてもなんて言うんだろう、うちの子自慢みたいになる時があるじゃない、うらかわいいみたいなさ、友達が猫の写真とか送ってきてさ。でその時に私、昔だったらもう対抗してたの、もういやキスケの方が可愛いしみたいな、どうやっていうさ対抗をしてたんですけど、なんかね、もう最近はもう言わせとこってなっちゃった。もう張り合う必要なんてないな。なんでかっていうと、もうキスケが可愛いことはもう知ってるし、もうわざわざアピールする必要がないなって思ってしまって、うん、っていうね、心境の変化があって、もう可愛いのは当たり前だし、そのなんていうんだろう、当たり前の可愛いなんだけど、もうそれを毎日更新してるのよねキスケは。うん、なんかそれをわざわざ、もうなんていうんだろう、勝ちがさ決まっちゃってるからね、
ね、勝負したところで、そのうちの子自慢の勝負をしたところでもう勝ちが決まってるから、なんかそこで向きになる必要ないなみたいな、強者の、そう強者の余裕、本当にそう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 、強者の余裕なのよ本当に。そうなの。だからなんかもうね、そうだから最近ツイッターとかにもね、キスケの写真あげてないのよね。なんかもう可愛いの分かってるしなーってなっちゃってさ、うん、めっちゃ写真撮ってんだよ、すっごい撮って、毎日もうバシャバシャ撮ってんだけど、もう自分で見て、あー可愛いって、うん可愛い可愛い可愛い、はいって感じになっちゃってるっていうね。そうそうなの、もうごめんね、すごい なんかもうレジェンド入りかな、もうレジェンド入りしちゃったからさね、なんか申し訳ない、そうもう勝負するまでもないっていうね、はいそうほんと悟り開いた、愛だねいやそうキスケが可愛い、そうかっこ常識、そうなのほんと、なんかね独り占めしたい感じではないんだよね、独り占めしたい感じじゃなくて、もういやもう可愛いの当たり前だしなーっていう、もう張り合う必要がないって感じ、うんほんとそんな感じなのよね、はいはいでまあまあそれは私の心境の変化なんですけども、最近キスケはねまたね感冒期がやってきてまして、まあ毛が抜けるんですよね、撫でてると毛が抜けるんですよ、この寒い時期に。もう夏毛にしてんのか冬毛にしてんのかわかんないけど毛がねすごい抜けるのよね。でさ、そのお尻の方の毛がよく抜けるのね。でその別に抜こうとしてるわけじゃないんだよ、抜こうとしてるわけじゃないんだけど、こう撫でてるとさ、その毛がたまるのよお尻に。でさ、それをさこうちょっと取ってあげようとするとさ、もうすっごい勢いで逃げるのよね。お前毛を抜く気だろっていう感じで逃げていくんですよね。でこの前さ、なんかそのでも私は諦めないわけ、もう毛はさやっぱ取っときたいからさなんかねちょっと抜くとは違いますよ、ちょっとこうさわっとねこう取ろうかなって思うとさ、思った時があって、そしたらキスケがもうピピピピピってもうすごい、もうすごいもう断末魔みたいなあげてさ、もうすっごい嫌がってやめろよっていう、もうほんとちょっとハムちゃん手伝ってちょっとそうみたいな感じでもうすっごい嫌がって、だからもうねごめんねっつってやめましたはいっていういやそうね、そうね、そう嫌みたいです、はい、というのが最近のねキスケの話でした、うん、まあまだいろいろあるんですけど、まあねちょっとまだいろいろ残ってるんで次に行きたいと思いますまあね次回話せばいいしね、はい本当ね大活躍だねゲストいやなんか自分でやってて笑っちゃうはいすいません、じゃあ次いや次のコーナー絵描き歌ーイエーイはいはいということで、これ映ってるよね、大丈夫だよね、あ大丈夫ですね、はい前回も物議を醸した絵描き歌なんですけれども、今回も作ってきましたなんですけど、先に言っとくと本当にごめんって感じ、本当にごめんって感じなんだよね、うん、
本当にごめん。多分ね。いやでもさ、私が難しいって思ってるだけで案外簡単なのかもしれん。わからんな。あ、そうね。はい、準備しないと。そう、皆さん、こっからは絵描き歌のコーナーが始まりますので、紙とペンをご用意ください。そしてできたら、忘れてた、言うの。元宮かな、ありがとう。ハッシュタグ元宮かな、ありがとうで、ツイートをしてください、絵描き歌。そしたら見に行きますので、ちょっとこのコメントにね、あのハッシュタグ打つわ。ハッシュタグ元宮かな、元宮かな、ありがとう。はい、これですね。はい、こちらでやりますので、皆さんぜひこれでツイートしてください。感想とかもね、これでツイートしてくれたら全部見に行きますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん準備はできましたかね。準備はできたかな。準備してる間に、そういえば言うの忘れてた。あのさ、ハッシュタグさ、もう元宮かな、ありがとうで行こうと思ってる。なんかみんなに感謝されるのいいなって思ってさ、いいなって思ったんだ。はい気に入っちゃったんだはい、ということで、はい、準備できたかな。行くよ。いや、ほんとごめんね。1回目終わったらヒント出すんで、まずは思うままに書いてみてください。では行きます。雪見大福もちもちだよね。でもそんな柔肌、傷つけたいお年頃。チャカ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 、タンコブ二つ公開の証。じゃん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 、それを見つめる月、水面に映る月。じゃん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 、私を見ないで。投げた小石、水面が揺れる。いや、はい、雪見大福もちもち。はい、どうでしたか、かけた？かけたかな。ちょ、見に行こう。ついでにツイートしよう。元宮かな、ありがとう、配信中ですって。元宮かな、ありがとう、ありがとう、配信中です。今は絵描き歌やってます。ちょっとみんなのコメントを見るから待ってね、待ってね。あ、ちょっと待ってな。 URL が、みんなどう？わかった？どうよ。ちょ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 、コピーして、ツイートした。はい、ふんふん。ではちょっとコメント見よ。歌、草、ロック、ごめん無理、は、歌、はてなはてなはてな、内容入ってこないって、何もわからない、終わり、ごめん、はてな、は、わからんです、え、はてなはてな、歌は大好き書けない、癖がすごいんじゃ、内容が入ってこない、早いよ、どこから、歌が天才すぎてわからん、はてな陰踏んでるように見えて陰踏んでるわけではない事故ってますねこれは元宮かな、ごめんなさいだわ、マジでわからんえ、トワイライト、朗読劇、ツイートした。あ、はいはい、ヒント。そうですね、皆さんのツイートを見つつヒントはですね、とある、いや、もうここまで行っちゃったら、いや、いいよ、
とある人気キャラクターです。はい。いや、みんな何これ。あ、でもさ、いや結構惜しい人いるんだけど。いや惜しいよ惜しいよ、惜しい人いる。あ、あ、惜しい人いるよ。あらららら、ら、お、あ、惜しい人いるわ。お、これはいけるかもしれない。ちょっともうちょっと見るね。もうちょっとツイート見ます。惜しい人いた、すっごい惜しい人いた。はいはい。まあ、とある人気キャラクターの、もうじゃあもういっちゃおう。顔です。顔だけ、体はない。うん、惜しい人います。すごい惜しい人いた。はい、じゃあもう一回流すね。それの、そのヒントの上でもう一回いきます。雪見大福、もちもちだよね。でもそんな柔肌、傷つけたいお年頃。ええチャカ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 、タンコブ二つ公開の証。じゃん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 、それを見つめる月、水面に映る月。じゃん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 、私を見ないで。投げた小石、水面が揺れる。いや、雪見。いや、どうでした？わかったかな？え、意外にさ、でもさ、私が難しいって思ってる方がみんなできるのかもしらんな。うん。あ、わかったって人いる。できた。お、またツイートしてください。見る。また元宮かな、ありがとうでツイートして見に行きます。あー、ちょっと待って、嘘嘘マジ、おい、本当に本当に言ってるそれ。ちょっとちょっと、ええ、あ、待ってよ待ってよ、嘘、ちょっと正解がいるんだけど。嘘、正解がいる、マジ、びっくり。あ、でも結構みんな惜しいよ、惜しい、結構。いや、うわ、みんな、え、嘘、正解いるんだけど、びっくりしてる、びっくりしてる。細かいところはちょっと違うんだけど、正解がいてすごいびっくりしてます。はい、あー、あ、なるほどね。あ、あー、すごい。え、みんなすごい、想像力がすごい豊かだね、みんな。やだ、すごい、みんなありがとう。あの、引き続き、あの、ツイートはぜひしてください。全部見ますんでね。じゃあ正解発表するね。いくね。いきます。正解は、こうなっております。雪見大福、もちもちだよね。でも、そんな柔肌、傷つけたいお年頃。チャカ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 、タンコブ二つ公開の証。じゃん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 、それを見つめる月、水面に映る月。じゃん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 、私を見ないで。投げた小石、水面が揺れる。いや、はい、ということでハム太郎でした。
ポットコハム太郎です。いや、どう？わかった？わかりましたか？結構いい歌詞だと思うんだよね。思春期のさ、女の子の歌？なんかこう見られてるっていうか、この私を見ないでっていうさ、ところ、結構いい歌詞に仕上がったと思うんだよね。はい。あ、えいが謎？えいはさ、このハム太郎のこの顔の線よ。これをもうなんか、えいってこう、えぇっていうとこです。はい、もう一回見てみる？もう一回見てみようか。ちょっと待ってね、始まるんで。はい。えいでこうね。雪見大福。うんうん。もちもちだよね。そうだよね。でも、うんうん、そんな柔肌、傷つけたいお年頃。そう、ここが難しいよね。えぇ、チャカ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 、タンコブ二つ公開の証。じゃん、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 それを見つめる月、水面に映る月。じゃん、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 私を見ないで。投げた小石、水面が揺れる。いや、いやー、どうですか？いや、正解がいたことにすごいびっくりしている。そうはならんやろって。なるほど、わかりませんでした。結構でもみんな惜しかったよ。あ、演技力は素晴らしかったです、ありがとうございます。うんうん、そう、傷、このあのヒゲ、これが難しかったね。うん、作った後に思った。その4本とかさ、4つの傷とかにすればよかったなーって思ったよ。でも歌としてはだいぶ完成度高いんじゃないかなという風にね、思いました。という感じです。はい、みんな正解したかな？付き合ってくれてありがとう。はい、ということで次行きましょう。次はチャレンジ企画です。今回チャレンジしたのはこちら、ラムネの味当てやってみたー、イエーイ。ということで、今回はラムネのね、味当てをやってみました。うん、わかるでしょ。だからなんであんな目隠しをしてたのか。そう、あれはね、ラムネの味当てをするためにしておりました。はい、というね、はい、感じでした。感じでしたじゃないね。これから見せるんだね。あのさ、一つ聞きたいことがありまして、今回動画がさ結構長いんだよね。7分ぐらいあるんですけど、その間ってさ喋ってていい？喋ってない方がいい？どっちがいいんだろうと思って。喋ってる方がいいのかな？声ちっちゃくして喋ってた方がいい？教えて、教えてくれ。どうだ？そう、蒸気でホットアイマスクでね、目隠ししたんですけど、解説欲しい。あー、小声で喋りありで喋っていいよ。ごめんね、長くなっちゃったのよ。長くなっちゃった、ごめんね。喋ってください。混じると混乱する。あ、でも喋ってた方がいいっていうあれだから、うん、じゃあ喋ります。じゃあ声ちっちゃくして喋るわ。声さ、大きかったら言って。まあ、できるだけあんま喋んないようにするわ。もしかしたら喋るかも、喋んないかもしれん。ということで、今回はね、ラムネの味当てやってみました。
だいぶ緩いです動画的に。はい、なんですけどぜひ見てください。チャレンジしてみたんで頑張ったから行きます。はい、皆さんおはようございます、元宮かなです。今回はですね、ラムネの味当てに挑戦したいと思います。というのも私結構味音痴なんじゃないかなって自分で思ってて、なので今回はね、自分がどのくらい味がわかるのかっていうのをちょっと自分自身で確かめて挑戦したいと思っております。ラムネ美味しかったよ、よろしくお願いします。ラムネの味当てやってみた。このラムネなんですけれども、味がいちご、メロン、レモン、ぶどう、オレンジとなっております。この5種類がまあ見事当てられるのかっていうチャレンジでございます。はい、準備完了です。目隠しというものがないので蒸気でホットアイマスクで代用しております。はい、では1個目いきたいと思います。じゃあ1個目はこれ、これにします。当たるかな、何味だろう。あ、あったかくなってきた目元が。 いただきます。ラムネやっぱ美味しい。ちょっとあげるか。これはこの甘くて甘い味わいはいちご。これはいちご。はい、答え合わせは後でします、では2問目、これこれいきたいと思います。いただきます。これも美味しい。この甘くてちょっとさっきとは違う甘みだから、甘いのよ。オレンジ。正解。オレンジです。天才、はい、では3問目いきます。これ、あ、ラムネは初見です。初見、ちょっと自信ない今までも。いきます、いただきます。この甘くて甘いのよ、ちょっと癖のある感じ。これは自信あり。ぶどう。惜しい。では4つ目はこれ。さあ次はどうでしょうか。いただきます。全然違う。甘い。全然違うのよ本当に。なんじゃこれ。全部味違うよ。すごい、これさ、ぶどうっぽい。ぶどうっぽいのよ。でもさっきぶどうだったから、これはぶどうじゃないから、で食べたことないやつだから、なんだろう。でもレモンっぽさはないよね。口直しはしてません。だからメロン。これはメロンです。はい、ではラスト1問、これいきます。またぶどうだよ。いただきます。これ食べたことある。さっきと同じじゃないこれ。
いや、これブドウだと思うんだよな。でも一度言ったことは曲げない。これはメロン。はい、ということで5問全部終わりました。お疲れ様。結果発表では1問目、レモンか。あー、レモンでしたか。レモンなんて一番わかりそうなのにね。なんてこった。次、オレンジ当たった。そしてイチゴ、あれ当たってる、当たってるよねこれ。あー、やっぱそうだよ。でもこれ覚えてる。俺さ、メロンって言ったけどさ、これやっぱグレープだった。そして5問目もグレープだった。やっぱりね。いや、これは分かったよ。すごい、これはね、なんかもう、あ、グレープって思ったもん。でもさ、前になんかグレープ言っちゃったから、もう後には引けないってなってメロンになっちゃったんだけど、これはグレープでした。うん、3問正解したよ。でも最後のグレープ分かったし、なんかあの味が違うことはあの全部分かったから。そう、全然味、そう考えたら、まあ味音痴ではないのかなと思いますね。いやー、美味しかった。はい、待って待って、でもあ、メロン味食べてないじゃん。食べてみよう、メロン。どれどれ、本物のメロンはどんなよ。あ、メロンの匂いする。うん、メロンですか、これ。うん。メロン。ちゃんとメロンです。とっても美味しいです。はい。ということで、元宮からのチャレンジ企画でした。ありがとうございました。皆さん、はい、どうでしたか？このゆるーい動画。あ、マイクの音ね、直さないとね。このゆるーい動画どうでしたか？でもさ、コメントにもあったんだけど、あのホットアイマスクがさ、ゆずの香りだったわけだから、そのせいだと思うんだよね。そう、本当は分かってたんだけど、多分そのせいだと思う。そう、ホットアイマスクの柚子の香りと混ざってああなっちゃったんだと思うんだよね。だからまあ3問正解したけど3問正解したけど、まあ本当はね、全問正解だったかなっていう感じですかね。はい、うん。いや、そう、ありがとう、全問正解。そう、全問正解したから、ありがとうございます。いやいや、ほんとね、これさ、結構難しいから、やってみ、やってみな。むずいよ、難しいよ、難しいからやってごらんなさいよはい、こんな感じでね、まあこのコーナーではチャレンジ企画をやってるんですけれども、ぜひ皆さん、こんなことやってほしいっていうのがあれば、ぜひハッシュタグでつぶやいてください。できそうなやつはやります。あと面白そうなやつはやりますので、はい、ぜひぜひコメントください。よろしくお願いします負け惜しみじゃないのよ、負け惜しみじゃない。そうそうそう、そう、仕方ない、そう、仕方ない、言い訳なんてしてない。はい、はい、ね、ぜひぜひコメントください。はい、本当にね、全部味違うしね、美味しかったよ。やっぱラムネっていいよね、ラムネって美味しいよね。はい、はい、ということで、いや、みんな見てくれてありがとう。もう早いものでエンディングのお時間です。早い、あまりの速さに私震えているよ
ブル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 、早い早い。いやー、今回もありがとうございます。すごい楽しかった。結構緊張して叫んでた記憶がありますけど、早いね早いね。いや、ありがとうみんな。コメントもさ、すっごいくれてさ、本当にありがたいです。早いね、本当今来たばっかりっていうね。いやー、ありがとうございます。なんか1回目ってさ、やっぱたくさん来てくれるもんじゃない多分。でもさ、2回目ってさ、急にやっぱ10人ぐらいになっちゃうのかなと思ったの。10人でコメントすごい頑張るみたいなさ感じかなって思ったんだけど、これだけの方が来てくれて本当にありがたいです。しかもコメントさ、もうめちゃ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 くれてさ、ありがとうありがとう。あ、あざとい、そうだね、あざといあざといね、うん、オッケー。みんながこうやって来てくれて本当に私嬉しい、ありがとう。なんかなんだろう、本当に感謝の気持ちしかないし、みんなが来てくれるのが本当に嬉しい、ありがとうありがとう。そしてね、ゲストに来てくれたハムちゃん、一言お願いします。とっても楽しかったよ。また会えるの楽しみにしてるね。ありがとう。はい、ゲストさんもね来てくれて、いや2回目でゲスト来るってすごくない？すごすぎない？ほらもうね、だってこれさ、もうノーギャラよ、ノーギャラ。私にだってギャラは入らないし、ゲストさんにも入らないのにさ、来てくれたわけ、わざわざこの大変な時に。本当にありがとうございます。ゲストさん、またぜひ来てください。はい。いや、みんなもね、足元の悪い中来てくれてありがとうございました。うん、本当に今年はさ、今年はっていうか2021年もいい年にしたいね。うん、私はもっとお仕事できるように頑張ります。頑張りますので、皆さんぜひこれからも応援してください。応援してくれー。はい。はい、ね、本当に今回もすごく楽しかったです。コメントね、また終えてない時もあるので、またなんて言うんだっけ、アーカイブで見ようと思います。はい、やん、終わるの名残惜しいな、名残惜しいけれども、また会えることを願いまして。そう、このね、番組のスポンサーはですね、元宮のやる気ですので、皆さんが見たいと言って、そしてこうやってやった時に来てコメントしてくれればまたやります。ので、ね、ぜひね、また来てもらえたら嬉しいですし、これからも応援してくれたら嬉しいです。はい、ということで今日はここまで。なんか最後にさ、終わりの挨拶とか決めたかったな。決めよう今度。はい、感想は、ハッシュタグ元宮かなありがとうでつぶやいてください。はい、ということでみんなありがとう、また会いましょう。